まずは折り紙を四角に半分に折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。開いて右の角を中心に向けて折ります。裏返して反対側も同じように折ります。これを上から開いてこのように正方形に折り替えます。この部分を縦の筋に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。上の三角も軽く折って開いて折り筋に合わせてひし形に折っていきます。これを閉じます。閉じて下の角をこの三角の角に三角の下に合わせてこのように折ります。折ったらこれをさらに重ねたまま半分に折ります。折ったら開いて開きます。上下ひっくり返して下の角をひし形の中心より1個下のこの折り筋に合わせて折ります。この状態で下の紙を上の斜めに合わせて折り目をつけます。これを開いて下の折り筋を開きながらこのように角を閉じます。こんな感じです。これを上に閉じてこのように折ります。一度これを下にやります。次にこの部分。こちらもひし形から中心から1個上の場所でこの上の紙を真横に折ります。反対側も同じように真横に折ります。折った状態で一度閉じます。確認して戻して次に上のこの小さな正方形を半分に折ります。一度開いて今ついた折り筋にこの上の斜めの部分を両側とも折ります。折ったら再びこれを閉じます。閉じた状態でこの白い部分を斜めの筋に合わせて折り返します。反対側の三角も同じように斜めの紙に合わせて折り返します。こんな感じです。これをひっくり返して下の角を上に向けて折れるだけでいいんで折ります。上の角も同じように折れるだけ内側に折っておきます。下の出っ張りの角も軽く裏側に折ります。これで折り紙の部分は完成です。これに顔を描いていきます。頭のこの部分はおでこの玉の部分です。これの内側は色が変わるので、頭の左右にも玉の部分があります。これも内側の部分に合わせて線を引いておきます。これは次にこの玉のすぐ下ぐらいのところに目を描きます。目が下半分だけ見えるような目です。こんな感じかな。ちょっとバランスが悪い。一度この部分をめくって目をまん丸に描き直しておきます。閉じてサイズを確認して黒目の部分も描いておきます。こんな感じかな。口は目と目の間にひらがなの「ひ」のような形を描きます。目の下から黒いラインが伸びているので、それも下描きします。ゆったりとした楕円形です。こんな感じかな。ひの口のすぐ下に少しだけ口の隙間を描きます。これに色を塗っていきます。まずは目の部分を白く塗りつぶします。次に頭のオーブの部分を水色で塗ります。顔の周りは青で塗っていきます。頭のオーブの部分の間も少しだけ青で塗ります。オーブの外側の部分は黒です。黒で塗って顔の横の部分も黒です。目から伸びているラインも黒で塗りつぶします。目を黒目を描き込んでから縁取りをします。口も縁取りをして、口の中は赤で塗ります。残りの部分を修正して、裏側を折り込みます。これでガマガルの完成です。